ここはどうか、シュートはどうか、クロスバー跳ね返ったボール、シュート、変えて、さあ川西ボックス入ってきた、川西打てるか、正面打ってきた、決まった、川西正面突破、川西3点目。コーナーキック、中央ヘディングで弾いてこぼれたボール、川西この位置から狙う、力強いシューター、枠の上、さあ川西1対1になる、シュートはゴールキーパー内山守りました。ここは川西1対1シュート、ここも内山こぼれ球、ゴール前から明らか、シュートは決まりました。88分、均衡を破ったのは FC 岐阜。力のスローイン、川西選手に囲まれます、クロスボール、さあボールキープ、川西が運んでふわっと浮かせた、さあフィーラーシュートに行けるか、押し込めるか、まだある、ボールを奪ったのは岐阜です。その川西がボールを持った、前を向きました、右サイドには高崎、左へと転向 していきます。上げる、川西フリーだ、シュート、ここはキーパー抑えました、最後は長島、さあボックス内シュート、キーパー弾いて後ろから川西、決まった、1点返しました。左足で中へ、さあ川西右足、シュートは右、ここにもブレンデルが詰めていきます、右から回り込むような川西、打てるか、右足、まだこれも打たない、打てる、左足ディフェンダーに当たる、もう一度かわして回り込む、右足シュートはキーパー正面、大西から縦、さあ川西に渡ってフリーになる、前を向いたシュート、じゃんシュート、ビクトラジも一発取った、透明マン拾って橋本、ワンツーを狙います、ワンツー通る、足がかかった、これは PK の判定、高い位置で奪った FC 岐阜、通してシュートアウト、決まった、大西から中にボールが入ってくる、川西の前ボール、さあどうだ、シュートに行けるか、シュート決まった、先制は FC 岐阜、決めたのは川西、ボールを打ったのは岐阜です、川西から町田ブライト、クロスボール、前田、川西シュートを打っていきますが左へ、そしてずっと川西が出てきたな、コース期待、高崎から川西、左足でコールドのシュートだ、決まった、弱いパスとなってしまった、奪われます、そして川西が一気に持ち上がる、右に出して高崎、中に折り返して町田ブライトのシュート、2点目岐阜、川西ボールキープ、左に叩いて相原、さあここは三島、中川西、左サイド中へ入ってくる、いやここは守りました、もう一度川西シュートまで持っていけるか、富樫左足前線にボールを送って川西というところ、オフサイドありません、ボールが足元に入りました、エリアの中に入ってくる、入ってくる、シュート、川西岐阜逆転に成功、中にボールが入った、ニアサイド、川西乗ってきました、さあ柳沢から川西、川西がボールをキープ、さあ後の選手が上がってこれるかどうか、川西がボールをキープ、右に流れて中にボールを戻して、シュートまでいけない、いけて左足シュート決めた、8番中島健生、速いボールクロスが入ってくる、見事に合わせました、先制点岐阜、ショートカウンター、川西足元追い越していく、緑の波、町田、投げ込む、ここに川西、前に当てる、右はたいた、もう一度町田、
柔らかいクロスでかい、ここに川西、ひっくり返した岐阜、完璧なクロス、左へ柳沢クロスボール、川西足を伸ばしていきましたが枠を捉えることはできませんでした。岡本、諸岡から、さあここでフリーになる、打てるのか、左足シュート、キーパー渡辺健太バンチング、 47% の確率でシュートは枠内に行くというその少ないチャンスをものにしている FC 岐阜です。さあ最後シュート、川西後ろに戻して橋本が中を見ている、カーブがかかって川西のヘッド、ヘッドはボール浮いてしまいました、ポストの上、後ろへ反らして町田が入ってくる、川西右サイドにボールが出て高崎ゴール前はシュートができるか、最後町田が飛び込んでいきました。これでヘッドで前に出して川西のシュート、こぼれたところ、左足押し込むんだ、入った同点、川西が中へ、町田ヒールパスで川西がシュート、右足、キーパーの岡弘樹、さあ奪ったのは川西が、前田が中に走る、戻して健介がゴール前で、そして高崎が待ち構える、右足シュートはどうだ、ミドルシュート放っていきました川西、よく川西を見ていた、人数では秋田の守備が多い、ただ川西引きつけて川西シュート、キーパー田中雄大しっかりとキャッチ。さあ川西、レレウ、柳沢がこのポジションを取っています。この時間帯川西掘り込む、相原のシュートはバックに届くか、追いつきました。さあ川西シュート、ゴール先制点 FC 岐阜、川西逃してというところでしたけれども、さあ中央で富樫右足でゲット、決まりました、オフサイドではありません。中に選手が密集して、さあ中にどうだ、入ったか、決まった、決めたのは川西、決めたの川西、ボックス内に入る、後ろから行ってボールを奪う、ここは笛、もう一度コーナーキック、もう一度ニア、こぼれたボール落ち込んだ、左足で決めました川西翔太。